聖母秘翔店は、フランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスにより描かれた絵画である。同名の作品が複数確認されている。アントウェルペンの聖母大聖堂に収蔵されている作品。本校では、この作品について扱う。ウィーンの美術史美術館に収蔵されている作品ドゥッセルドルフのクンスト・パラスト美術館に収蔵されている作品。聖母秘翔店は、 ルーベンスによって1625年から1626年に描かれた祭壇画である。聖母マリアが天国へと登っていく様子が描かれている。画面情報の中央に描かれたマリアは白色の砂ンと金の錦のドレスを身につけている。マリアの砂ンの上着の裏地にはパステルピンクの色が使われている。マリアの周りには翼を生やしたプットがたくさん描かれている。 画面情報の左側では大きい天使が二人飛んでおり、バラの花でできた臨場の冠をマリアに被せようとしている。画面下方には十二人の死徒が描かれているほか、マリアが亡くなった時に現れたとされる三人の女性が描かれている。死徒の中には空っぽになった墓を覗き込んでいる者がいる一方で、マリアの姿を目で追う者も,もいる。赤色の服を身にまとい。 石の墓を指さしている女性のモデルは、ルーベンスの妻、イザベラ・ブラントであるとされている。前景には、パステルピンクの服をまとい、ひざまずいている女性が描かれている。画面下方の左側には、イエス・キリストの弟子であるシトヨハネが、マリアの方へ腕を伸ばしている様子が描かれている。ありがとうございます。